チームの割り振りはゾウさんとラスカルさんがチームです。そしてエビマヤさんと私ヤムチャことシノケンがチームといった構成になってます。後になるとペースをしてくるのが相場じゃないですか。もうチーターがね、長距離走れたら環境ぶっ壊れるんですよ。いやにしてもね、こういう勝負におけるラスカルさん本当にね、落ち着いてるというか経験の差を感じますよね。レベルがね、もう底上げがすごいです。もうとんでもない。やっぱり新人の子たちは本当にラスカルさんタッグ組めてやれたことがすごい一生ものだなって思う。じゃあサクッと始めちゃいますけど大丈夫ですか。はい、はい、お願いします。はい、では始めさせていただきます。はい、5、4、3、2、1スタート。さあ始まりました、2 on 2焼きそば&カレー大食い対決。実況解説は私しのけんが務めさせていただきます。まあ、今回の対決ね、まずルールを軽く説明させていただくと、2対2のチーム戦で15分間のうちチームで食べた量が多い方が勝ちの単純明快なルールですね。チームの割り振りはゾウさんとラスカルさんがチームです。そしてエビマヤさんと私ヤムチャことしのけんがチームといった構成になってます。まあ、今回の戦いの大きな特徴はご覧の通り、ペアそれぞれで食べる食材が違うところです。まあ、ペアのうちね、1人がカレー、そしてもう1人がね、焼きそばを食べるんですね。まあ、ちなみにこのカレーは皆さん大好きプリキュアカレーです。まあ、最近ね、プリキュアが新シリーズを迎えてカレーの方も新しくなったんで、皆さんね、よければ買ってみてください。で話戻すんですけど、まあ、今回はね、ゾウさんとシノケンがカレー、エビマヤさんとラスカルさんが焼きそばを担当します。まあ、ちなみにね、両方とも1皿あたりの重量は 300g、 なお途中で食材を変更することはできないんで、まあ、担当の人はね、15分間一生自身の担当食材を食べることになります。まあ、途中でね、お互い隣の人が食べている食材が欲しくなってきそうですね。まあ、以上がね、今回のルールの概要なんですけど、その説明をしている間にもすでにね、白熱した戦いが繰り広げられてますね。 A チームが4皿、 B チームが5皿なんですけど、特に現時点でひときわおかしな挙動をしているのがゾウさんパクパク選手。まあ、この瞬間にね、4皿目完食でね、総重量は 1.2 キロなんですけど、皆さんね、まだ2分30秒ですよ。もうカップ麺できる前にね、皿4皿消えんの普通に考えておかしいでしょう。まあ、僕ね、この時点で、すでにね、一皿分差がつけられてるんですけど、別にね、これ油断してたとかじゃなくて、なんならね、ゾウさんがめちゃくちゃスピード速いってことはもう重々承知してたんで、かなりね、急いで食べてたんですよ。あと先考えずペース上げちゃってるけど、ゾウさん相手ならこのぐらいでいかんとあかんやろって考えながらね、まあ、食べつつ、ふってね、横見たらね、なんかゾウさんの皿一つ多いんですよね。まあ、当時何が起きているのか、もう訳がわからなかったですよ。リアルヤムチャ目線。まあ、ちなみにね、両チームともカレーと焼きそばでラップタイムがね、倍ぐらい違うんですけど、まあ、これはね、食べてる人というより食材による影響がでかいです。まあ、今回の食材であるカレーと焼きそばは、まあ、どちらもね、茶色く高カロリー、まあ、みんな大好きなね、激うま食材であることは共通してるんですけど、まあ、1点だけね、真逆な性質があるんですね。それはズバリ食べやすさ。まあ、カレーはね、皆さんご存知、もう一部の人からね、飲み物と立て祭られるほど食べやすい食材で、その食べやすさ、いや飲みやすさは全料理の中でもトップクラスに位置します。一方ね、焼きそば、まあ、こちらの食材はね、逆にワーストクラスとも言えるほど食べにくい食材で、まあ、大食いするにあたって、ね、非常に難易度が高い食材として我々の業界では有名です。なぜ同じ茶色なのにこうも違うのかなんですけど、まあ、一番の要因はね、水分量ですね。まあ、食材の難易度って基本的にはね、食材の持つ水分量の多さで決まります。まあ、水分量が多いとね、まあ、楽に素早く飲み込めるんですけど、まあ、水分量が少ない食材はなかなか飲み込めず、今回のようにスピードが要求される場合とか、あとね、お腹がいっぱいになってきてだんだんと飲み込む力が弱くなってきた時、まあ、水の力を借りないと厳しいケースが多いです。まあ、だからね、時間もかかるし、水の分余計なキャパも使うしで、ね、めちゃくちゃハードなんですよね。まあ、この戦
会においてもカレーチームと焼きそばチームで水の減る量が全然違うのがね見て取れるかと思います。まあ、そしてねやっとの思いで飲み込んだ後もね水分量が少ない炭水化物の場合は乾いたスポンジのごとく胃の中で水分を吸って膨れ始めます。まあ、焼きそばとかねチャーハンを食べた時重量の割にお腹がパンパンに張ってしまうのはこれが原因です。もうね説明すればするほど水分の少ない系の食材やばいですね。ここまでの説明を聞いて、まあ、カレーはね飲み物やから水分が多いのはわかるけど、まあ、焼きそばってそんなに水分少ないんかって、まあ、疑問に思われる方もいらっしゃるかもしれません。まあ、確かにね炒めてるとはいえ麺類やからツルツルっていけそうな気がしますよね。でもやっぱね焼きそばはねちょっと別格なんですよ。もう麺類の中でも、まあ、理由は焼きそばに使われる麺にあります。まあ、焼きそばってね基本的に蒸し麺っていうのを使うんですよ。まあ、よくねスーパーの生麺コーナー行ったら置いてある焼きそば用ってパッケージデカデカと書かれてる麺がこれですね。まあ、文字通りね蒸された麺のことで普通の生麺と比べて水分量が少なくなってます。まあ、こうすることでね炒めた時麺表面の水分を早く蒸発させて外側を焦がしやすくしてるんですね。だから冷やし中華とかと比較してまずね元の麺が水分量少ない上に、まあ、炒めた時にさらに水分が飛ぶんで全然モイスチャーが違うんですよ。まあ、それによって生み出される香ばしさと弾力がね焼きそばパイセンのいいところなんですけど、大食いチャレンジではその長所が脅威となって立ちはだかってきます。以上の説明から分かるように、まあ、カレーと焼きそばではね本当に天地の差とも言えるほど難易度が違うんですよ。実際ねもうあのヤムチャがまあ、過去2度にわたってボコボコにされたエビマヨさんや大食い界屈指の実力者であるラスカルさんよりもね早く食べているという、まあ、異常事態が起こっていることからも明らかですよね。まあ、ちなみにねゾウさんはもっと早いです。このスピードはねカレーにしてもおかしい。まあ、カレーはね飲み物とはよく言いますけど、まあ、正直ね飲み物のペースすら超越してる気がします。まあ、このね食材によって全然難易度が違うという話、まあね普段から大食い系の動画主張されてる皆さんからしたらねあーまあそうやんなぐらいにね感じられると思うんですけど、多分ね一般の人はね知らないと思うんですよ。てかね食べ物の食べやすさとか考えてる時点でもう末期なんですけど、まあ、そのね一般人の知識のなさにつけ込んで俺の特製カレー 700g とお前のチャーハン 500g でどっちが早いか競争しようやみたいな感じで、一見ね、相手が得なルールと見せかけて、こっちが含有利な勝負を持ちかけるという、こすいことができるかもしれん。さあ、言うてる間に開始10分が経ちました。現在3皿差で B チームがリード。この差、開始3、4分から変わっておらず、早食いもできるね、ラスカルさんとゾウさんが序盤ぶっ飛ばして稼いだリードをキープしているという展開ですね。特に僕はね、ゾウさんに2皿差つけられてしまっているんで、エビマヨさんには本当に申し訳ないです。いや、にしてもね、こういう勝負におけるラスカルさんは本当にね、落ち着いてるというか、経験の差を感じますよね。人によってはね、こんなにゆっくりで速いならもっと動作を速くしたら余裕できるんちゃうんと思われるかもしれないんですけど、まあ、先ほど申し上げたように、焼きそばってね、飲み込みにくい食材なんで、まあ、下手にペースを上げると食材が下に落ちきらないままどんどん堆積していって詰まっちゃうんですよね。まあ、カレーみたいなねもう飲み込みやすい食材だったらもう IQ3 にしてただ早く食べてればいいんですけど、まあ、焼きそばみたいな食材はこのジレンマがあるから難しい。まあ、だからね食材がちゃんと落ちるようにこまめに水を飲んだり、まあ、途中ね止まったりしてケアすることは15分間焼きそばを食べ続ける上では非常に大切な行為です。まあ、しかもね、普通の人って、まあ、僕も含めてなんですけど、大体ね、こう、やばい、苦しくなってきたから水飲もうとか、止まって食材下に落とそうとか、まあ、ことが起きてからね、まあ、慌ててバタバタと対応する形になりがちなんですけど、まあ、ラスカルさんがすごいのは、まあ、そうなる前に定期的に水を飲んだり、体を揺すったりして事前にケアをされているところ。これはね食材に応じて頻度とか水の量休む時間を調節しながらやるっていうのはねなかなかできることではないですよ。まあ、しかもねその止まったりしてる際にもねこまめに周囲を見渡して状況を常に把握するという徹底ぶり、まあ、見れば見るほどねこの方の食べ方無駄がなさすぎます。目の前の食材に必死すぎて常に皿と顔面が密着している影響で視界がねお皿一色のうぷ主とは天と地の差ですね。
そういや今回ね、おのおのが食べる食材っていうのは、まあ、各チームのメンバー間で話し合って決める形式だったんですよね。で、普通はね、まあ、おのおのの得意な食材、好きな食材を選んだりするんですけど、まあね、こんだけ食材の難易度が違うと、まあ、絶対カレーの方が楽で、まあ、焼きそばがきついのは明らかなんで、まあ、多分ね、心の中ではみんなカレーやりたかったと思うんですよ。で、まあ、ゾウさんとラスカルさんのチームがどう決まったのかはわからないんですけど、まあ、僕とね、エビマヨさんのチームは、まあ、エビマヨさんが、まあ、僕がちょっとプリキュアカレー食べた方が展開的に面白いという理由だけで焼きそばを引き受けてくださいました。その間わずか2秒。いやね、これ本当人のためにきついって分かってる食材を自ら行くってなかなかできないですよ。まあ、しかもね、こういうのって、まあ、視聴者様から見たらね、分からないわけじゃないですか。本当にね、エビマヨさんの懐の広さというか、もう寛大さというか、もう感謝しかないです。対戦前から泣きそうでしたね。ゾウさんとラスカルさんの場合は、これはね、まあ予想ってか、まあ僕の妄想入るんですけど、まあなんとなくね、ラスカルさんがきつい焼きそばを率先して引き受けてくださったのかなって思います。まあ確かにね、ラスカルさん麺類お好きですし、まあ得意なんですけど、さすがにね、焼きそばは、まあ、好きとか得意とかでやれる次元を超越した食材ですし、まあ、ラスカルさん自身もね、それは重々理解されてるとは思うんですよね。まあ、これだけ言っといて、実際はじゃんけんで決まってたとかなら笑います。さあ、そして14分経過、ラスト1分となりました。ここに来て、エビマヨさんとラスカルさんの差が一気に縮まってきましたね。まあ、エビマヨさんってね、今まで戦ってきた時もそうなんですけど、なんか15分だとね、後半ペース上がってくるんですよね。最初から早いのに。彼女が30分とか45分とかで戦うとどうなるのか気になるところです。あとね、ゾウさんも地味にペース上がってます。これはね、もうバグでしょう。普通ね、食べるの早い人って後になるとペースしてくるのが相場じゃないですか。もうチーターがね、長距離走れたら環境ぶっ壊れるんですよ。マジで強すぎます。さあ、そしていよいよ残り10秒、両チームとも最後の力を出し切ります。はい、毎度おなじみ天の声です。今回紹介するのは薄毛治療のプロフェッショナル、神話クリニックさん。あの大食いファイターのマックス鈴木さんも自毛植毛手術を受けられたクリニックさんで、見事髪の毛を手に入れた後、さらなる増毛を求め2度目の手術も受けられるそうです。自毛植毛の効果で変化が一目瞭然。少しでも悩んでる方がいらっしゃいましたら、ぜひ無料のカウンセリングからでも相談してみてください。薄毛治療の神話クリニックという感じなんですが、ちょっと感想を一言ずついただいていこうかなと思います。結構やれることはやったつもりだったんですけど、やれることはやったって言っても、後から見返してみたらもっと詰めれるところとか多分いっぱいありますし、まあ、現に自分よりもずっと早い人たちがいるんで、その方たちのを見てどこを早くしていけるかっていう突き詰めていきたいと思います。ありがとうございました。10皿完食とあとちょっとっていう結果やったんで、まあこれは完全に自分の実力不足かなっていうふうに思いました。でも今時これができたのかどうなのかって言われるとちょっと分からなくて、自分ができることは今全部できたのかなっていうふうな気持ちでいるので、まあ、あとはもっと経験とあとは鍛えてもうちょっと実力つけていきたいなって思いました。以上です。今回です、ね、皆さんと戦ってもらって、やっぱり実力的には多分みんな同じくらいと思ってるんですよね。うちのケン君と同じカレーになったんですけど、次戦った時多分僕が負けるかもしれないですし、そこはもうやってみないと分かんないし、やっぱりラスカルさん、エビマヨちゃんもこの苦戦食材のこの焼きそばで戦ってくださっても本当に感謝しかないですね。本当にラスカルさんタッグ組めてやれたことがすごい一生ものだなって思う本当にありがとうございました。こちらこそありがとうございました。以上です。ありがとうございます。いや、そうですね、もう僕も、一応大食いをテレビで、最初出させてもらったのが、2000…17 年かで新人として出てきて、
でも早2022年ですよ。もう新人みたいな気持ちでいましたけど、今ね今日戦った3人はみんなね同期で、いわゆる新人の子たちばっかりですけれども、レベルがねもう底上げがすごいです。もうとんでもない、やっぱり新人の子たちは。で、努力をしている姿も僕も見てますし、やっぱりこのね3人とも本当に先輩たちに負けず劣らずの実力を持った、まあ、素晴らしいね選手だと思いますんで、まあ、それに見習ってね、まあ、僕みたいな老害ももうちょっとね頑張ってみようと思います。ありがとうございました。